こんにちは、スノーボー監督と申します。ウイニングレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、昨日ね、無事メンテナンスが終わりまして、とりあえずね、新しいライブアップデートが来たのでちょっと見ていきたいと思います。はい、大方の予想通りでね、あると思いますが、どうだろう。ムアップもやっぱり調子いいですね。今週はね、プレミア勢が全員調子いいということで、多くね、プレミア勢を抱える人なんかもいると思うんですよね。で、そういう調子いいの選手とかをうまくね、使っていってね、スカッと組んでいかないといけないなと、思います。はい、ロサルノもいいですね。いつの間にかなんかアルゼンチンリーグも始まったみたいです。はい。なるほどね。オッケー。ある程度見たところで不調選手いきたいと思います。はい、イカルディ、ビダル、メルテンスもちょっとディーカー、これ痛いな。バラン、退場したんでいいですね。レッドカードでね、退場しちゃいました。待って、ちょっと、アーミン選手、ラモス、B か。OK。で、ナウド、D。ここ使ってないけど、使おうかなというところ。グスタボは痛いな、リス・グスタボ。ちょっと今週結構ね、スカッドに影響を与えるような感じですね。なるほどね。ちょっと FP 選手ね、引いてね、うまいことね、その FP 選手使っていかないといけないかなという感じしますね。はい、ということで今週もマイクラブやっていきたいと思います。はい、それではね、FP ガチャの方を回していきたいと思うんですけれども、まずその前に、またね、今週もコレクターズボックスの方をね、ちょっとだけ見ていきたいと思います。はい、詳細情報ですね。一応どんな感じのガチャなのかというのね、レジェンドがたくさん詰まったガチャで、僕このガチャ結構熱いと思うんですけどね、ネイマールもいるし、で、このね、おなじみの3人のレジェンドで、バティストゥータもいる、マテウスなんかもいたりで、何が嬉しいかというと、やっぱりこのね、ドイツ勢、ドイツ国籍の選手ですねの、黒玉とかがね、結構ね、持ってないんですよね。僕もロイス、ミュラー、今のガチャでそこまでね来てなかったかなということで、例えばこのね、ベルナーなんかも結構嬉しいで、キミキもね、今作はちょっと欲しいなと思ってるんですよね、僕。はい、あとクライファート、これあれですね、息子さんのね、クライファートとね、共演することできますよね。それだったらシメオネとかも出してほしいかな。はい、ルイス・グスタボひそかにとって、これでね、レベル上げね、したいですね。オッケー、ギュンドーアンとか持ったり、これ熱いな、今回のコレクターズボックス。ただ、確率はそんな良くないですけどね、かなり選手数が多いにもかかわらず、黒が23ということで、金にも当たりあるからということで、今週これ引こうかな。うん、よし。さあ、では FP ガチャいきたいと思います。さあ、早速ね、ノーマルの、ウィークリーの方のね、 FP ガチャ内容見ていきたいと思います。はい、予想した通りベンゼマが来ましたね。はい、ここは絶対来ると思ってました。で、他はちょっとね、プロメス、これセビージャの選手ですよね。ここも一応名前挙げたかな、多分挙げたと思います。で、ここ名前挙げ忘れたかもしれないです。ファンペルシーは挙げましたね。イッツを加えられる、ある程度ね、名前挙げたところが来てると思います。キエザもそうですね。これ順位に取ったんちゃうかな。で、パブロマルネ、この辺はちょっとね、予期しなかったですね。このグルットネルとかね、カンセロもそうですね。カンセロなんであげんかったんやろうな。コメント欄の方ではね、カンセロ押してた方いたんでね。はい、ということで、カンセロ85か。85っていうのは能力してないけどな、これ。OK、行こうか。タメス、誰やこれ。アンカーか。結構いいな、このタメズっていうの。今週だって僕、ディフェンシブミッドフィルダーのね、層が結構薄いんでね、アンカーがね。いっそ、微妙、使わんと思うわ、これ。クワリアレラ、11試合連続ゴール中ということで、バティにね、記録並んでるんですよね。OK。こっちいいな、結構。いや、どうやろう。僕、正直、ベンゼマ以外あんまりいらないかなって感じしますね。なんかベンゼマね、欲しいんですよね、今回というか、週末の試合でかなり活躍してたんで、それ見てね、ちょっと、ベンゼマ欲しいなって思ってたんですよ。はい、ということで、レバークーゼン行く前にもうね、週刊のやつ引いちゃいたいと思います。はい、行きます。で、週刊終えてから、レバークーゼンのね、ガチャの内容を見て引きたいと思います。さあ、行きましょう。来た、スペインやで、来た、ベンゼマか、うわ、マジで来た。え、これも来たらいらんやんか。よー、やった、今週のセンターフォワードが決まりました、カリム・ベンゼマです。いやー、やった、いや結構嬉しいな。ただね、使えるのかっていう、でもね、なんていうの、ベンゼマは得点というよりも、なんていうんだろう、周りを生かす、そんなプレーをね、求めますね、これ。
調子、はい、いいですね。ちょっと能力ちゃんと見てなかったな、全員。キック力は2か上がってんの、なんか全体的にしょぼんって上がってますね。2ずつぐらいか。はい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 。プレスキック、まあプレスキックは求めてないですね。ヘディングは78か、きっとしょぼいな。まあヘディングで、ボールコントロール、やっぱこれ前線でなんていうの、ため作ったりとかそういうの、まあそうですね。スタミナやないな全然。でコンはもう悪い、でスキルは結構絵の持ってるな。コントロールループ、コンか持ってないの、ワンタッチシュート、ほんまやな、コンか持っとれへん、なんでやねん。決定力は大事やで、そこ88か、まあ、だいぶ無理したな、ここだいぶ無理して上がってるな。 OK、 たまにはロックしよう。はい、ということで、いやもうこのガチャいらんな、どうしよう、引く、とりあえず引こうか。でも3回あと欲しいところといえば、まあ、とりあえずプロメス持っとくかって感じやな。いやこういう時にでもね、いきなりベンゼマとか、なんていうやろ、一番当たりの選手はこういう時に引くのかみたいなところあるよな。なんか今までのもっといいのおったやみたいなとこあるけど、まあまあいいかいや確かに、あ、タメズな、オッケー。今までだってね、あの前回のネイマールとかめっちゃ欲しかったもん。ネイマールも欲しかったし、前回誰、その前のカバーニとかも欲しかったもん。そういうの当たらずにベンゼマが当たるだよね。まあまあまあいい、とりあえずイタリア多分金やな。あいつはいつや、いつぞ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 、クワリアレルラや、結構嬉しい。現在11試合連続ゴール中、あれ何記録なんやろ、まあ、なんせセリア記録なのかな。はい、ファビオ・クワリアレルラ、いいねこれ。35歳、まだ頑張るなこれ。結構なんか35歳の割にはいけてるな。 OKOKOK、 なんか今日いいな、いい感じの来てるで、いい波来てる。はい、なんかちょっと微妙やな、やっぱり金やからな、何やかんやで。84そこ落ちな。スパサブあるやん、え、やった、じゃあスパサブ入れて、今週あれ調子悪かったよな、グアリエルラスパサブ入れとっか。もういい感じや、なんか今週のスカート見えてきた。さあ行きましょう、これ全員使うかもしれんな今週。ラスト誰引こう、誰引こう、誰がいい、まあ、とりあえずベンゼマもう一回引いて能力爆発させる、それいいな。あ、またイタリアやった、ほらクワリアレラでいいわ、クワリアレラでもバカイッツォか、これトリノイッツォやな、分かれへん、なんかイッツォのような気すんねんけど。ほら来た、 IZZO イッツォ、アルマンドイッツォなんかいいね、 OKOK、 うん、いいね。なんかちょっと若干ロナウド寄りな顔しとったな。いやーどうやろう、これ使えへんな多分使わんと思う。ヘッダーまんま、うーん入れへんな多分。でもね、調子 A っていうの捨てがたいねんけどな。まあまあいいや、 OK。 さあどうしよう、バイヤー行く、バイヤー行こうか。はい、バイヤーレバークーゼン見ていきたいと思います。まず内容ね、必ず 100% 黒が来るで、実はね、先に見とったんですけどね、僕実は、まあ、この、まあ、ツイッターではカイ・フェルツ、この選手と、ヨナタン・ター、そして、どれやろう、あれ結構熱いって言ってたの誰だったかな、なんか誰でも熱い気するもんな、これこの選手かな、ユリアン・ブラント、この3選手が当たりみたいな感じに書いてましたけど、僕ここラース・ベンダー、実は持ってるんですけどね、1回来てる、1回レバークーゼンの FP で来たベンダーですね、それが来てる、また来たということ、ただね、その時よりも能力上がってると思います、これ。で、まあ、今週、アンカーが、ね、不足しているということで、ぜひともここ取りたい。で、スベン・ベンダーも結構強いんですよね、これ。強い。で、まあ、ヨナタン・ター、ここはもう言わずもがな、欲しいし強い。ほら、強すぎるやろ、これ。ベンダー、こっちはスピードないか、ウェンデ、あ、ここダメですよ、教授のポジションですよ、ちょっと来ちゃあかんね、これここだけは封印しておこう。でフォラントもちょっと微妙かな、あんまりなんで、先週の、まあ、あの先週末の試合でね、レバークゼン結構良かったんで、まあ、調子こんな感じでいいですね全員。はい、カイフェルツここ欲しいな、とりあえず欲しいところカイフェルツ、あ、キーパー今週なんかあんまり調子いいのおらんかった、でも高弾度はいらんわ、低弾度がいいね、そういったスキルなんか覚えさせなかった、ね、ラース・ベンダー、
カイ・フェルツ、ヨンタンター、この3人ですね。まあ、フェルツはなくてもいいかな。でも欲しいかやっぱり。 OK 行こう、まあ、とりあえず行こうな、行くぞ、まあ、こんな感じでさっき引いたらな、ベンゼマだったからな、今回もなんかこんな感じで引いたら当たるんちゃう。さあ行きましょう。はい、あ、なんかこれ嫌やな、なんか青に染まっていく感じ。はい、まあ、当然のごとく黒でレバークーゼン、もう誰か皆目見当がつかないけど、なんかベンダーっぽいよな、ベンダーに愛される。はい、来ました、ラース・ベンダー。こっちが弟やったかな、まあ忘れたけど、これでベンダーが2人揃いました。なんかかっこええな、ベンダー。前もこんなんやったっけ。いや、かっこいいかっこいい、29歳もう体格もそこそこいいな。 OK、 今週の、アンカー決まりましたね。これでめっちゃいい補強できてるわ今日。さあ、まあとりあえずね、今のは、まあ、公約通りというか、まあ、言ってた通りですね。次、ヨナタン・ター、ダイヤね、来てほしいですね。ヨナタン・ター。ター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 。ター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 。ター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 。どうや？来たか？あ、なんかちょっと色違う気する。これは違うな。18番。いや、これは、あ、うわ、ダメや、言うたのに。ウェンデ浮きちゃった。うわ、これは世界的な左サイドバックやな。もうこの髪型がすごいブラシみたいな。スピード速っ、スタミナごっつあるやん。コンディション安定度がね、良くないですね。もうここはもうね、教授がバカ勝ちしてますよ。教授確かマックス8やったかな。あー、でも瞬発もあるし、ボディコントロールもあるし、でもなんか星見るとそんなにね、能力高くないような気もするな。ピンポイントクロスしかないわ。そりゃあかんで、ちょっとそれではうちのチームの左サイドバック張られへんで。 OK、 最近左サイドバックの黒当たりやすくなってきたな。どっちやろ、ヨナタン・ターがいいな、やっぱりどっちかというとヨナタン・ター。まあ、100歩譲ってヨナタン・ター。もう一人名前忘れてもうたもんターしか覚えてない、ヨナタン・ター。あと、これはなんかベンダーっぽいな、またラース、あ、違う、29番、これヨナタン・ターやな、間違いないな、間違いない、間違いない。なんて書いてあんねん、あれ。カイフェ、あ、クソやさ、この選手も欲しい言うとったの。あ、まあまあいいや。さあ、またセンターバックちょっと取り逃しちゃったけどね、若手のね。まあいいや。はい。カイフェルツ。何や、どうした、眩しいんか。なんか目が、眩しいんか。オッケー。これ果たして似てんのかな、今の。ちょっと似てたとしたらちょっと失礼なこと言うたな、ごめんなさい。はい、19歳いいですね。いや、でもちょっと今パッと見たけどスキルあんまりやれんかった。ライジングシュートとワンタッチパスのみ。これがね、まあなんて言うんだろう、 FP のね、若手のあまり良くないところかな、このスキルが少ないというね。うん、まあまあでも強そうか。どうやろう、グランダーパス、ドリブル、まあ一回使ってみるのもいいかもしれないですね。まあ、たまにはね、これはロックしておきましょう。あ、ロックできてなかった。はい、ということでね、まあ、FP ガチャ引いてきたんですけれども、まあなくなっちゃいましたね。いつもこれ金曜日引き終わったとこういう画面になるの寂しいんですよね。では、今週のスカット組んでいきたいと思いますね、最後に。ではいきます、おっ、今週のスカットだぞということで、今週のスカット組んできました。はい、ベンゼマ、ここね、まあ、今週とか今日手に入れたベンゼマなんですけれども、先日一度のプランの相性が、まあ、非常に良かったので、早速使ってみようと思ってます。で、あとですね、まあとね、ベンダー、まあ、ここね、バランが調子悪いんで、まあ、調子のいいロマニオリを入れてます。で、あとですね、ここなんですけれども、ベンダー、まあ、このベンダー見てもらった通り、今日手に入れたベンダーじゃありません。というのもね、まあ、軒並み今日手に入れたレバークーゼンの選手たちなんですけれども、調子がいいんですけれども、先日プラン1との相性が27とかね、ここもそうですね、カイフェル、ハフェルツ27で、ウェンデウ39ということで、ちょっと誰もね使えないなと。とりあえず、まあこのね、相性がなんていうんだろう、上がるまでこれ使うわけにはいかないなって感じなんですよね。で、ちょっと困りましたね。はい、で、あとですね、まあクアリアレッラ、まあ、ここもね、相性悪いんですけど、まあ、60歳だったらなんとなく、まあ、いけるかということで、一応ね、入れてます。ちなみに、他の選手たち、一応入れてみようかと、したところ、あ、ベンダーはベンダーしか無理か。これややこしいな。あー、戻っちゃった。何をしてるんだ。ちょっと待ってくださいね。ベンダー。
ベンダーじゃなくてハフェルツ行こうか、27の選手入れようと思ったら92まで下がると、これはダメだなということでね。まあそれか、そうやな、ジアシュ、まあ一個この枠を、まあアイテム使ったらいいんですけどね、ただちょっと厳しいかなということで、まあただね、今週中にね、誰かはね、使いたいと思ってます。まあハフェルツなり、ここはまあいいかな、ウェンデーは今週はいいかな。ベンダー、まあここはね、本当に入れたいんですよね、今週使ったのに。ということで、まあ、こうしといて、で、何かあったら、うわ、ちょっと厳しいな、これ、でも。まあ、厳しいけど仕方がないか。まあここ入れてるうちにそのうち良くなるでしょう。それと、まあ、もう一人ハフェルツも入れてみたいけど、まあまあまあ、ぼちぼち、様子見ながら入れていくということでね。はい、ということでね、まあ、今週はこのスカッドでやっていこうかなと、まあ、とりあえずね、基本ね、やっていこうかなと思ってます。はい、めっちゃ噛んだけど。まあ、とりあえずね、ベンゼマね、使いたいと思ってますんでね、次回ね。はい、応援よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。